ビクトリアマイルの最終追い切りでは10ハッピーローズを買います。万が一ですよ、これ回収馬綺麗に行って、パドックでねピタッと鶴首かなんかになっていたらですね、私はこれ買うね。桜花賞では3連単1点で100万円以上を的中。私の予想はウマニティで見れます。毎回当たるわけではないのであしからず。提供はトリップサムライがお送りいたします。名刺代わりに私の成績をご案内いたします。ウマニティで公開されている私の公式データです。小倉9レースで550万を的中、新潟11レースでは200万円的中、数々のレースを的中し、その後パタヤにて隠居生活。日本とパタヤを行き来しておりました。なぜ移住してたかと言いますと、当たるからです。今年3月より予想活動に復帰しております。チャンネル登録をしてお待ちください。優秀牝馬でのですね、連帯実績のあるフローラステークス、そして今回アドマイアベルとラバンダがフローラステークスから参戦してまいりました。果たして今年のフローラステークスのレベルはどうだったんでしょうね。過去のフローラ組からは皆さんもご承知の通り、ユーバンレーベンがいたりね、あとはウィンマリリン、モズカッチャンなどがいました。どんなタイムだったんでしょうね。まずはユーバーレーベンのタイムとね、比較してみると、タイム的にはコンマ6秒もね、アドマイアベルの方が上です。そして、上がりはね、ユーバーレーベン後ろからということもありますが、33秒台の足、これは1秒違いますよね。このあたりをどう比較検討してみるかというのも一つね、面白いかと思います。次にウィン・マリリンですね。こちらはフローラステークス1着からの優秀牝馬というところ、タイム的には1分58秒7と、コンマ3秒ですね、アドマイアベルよりも勝っております。そして上がりが 35.3 ということで、この時は上がりはかかっておりますので、そんなにね上がりに気をつけなくてもいいのかなという気もしますね、このフローラステークス組。そしてね、もう一頭だけ見ていきましょう。モズカッチャンに関しましては、2分1秒3ということで、だいぶね、時計かかっております。そして上がりは逆に 33.9 ということでね。まあ今、イメージからいくと、時計がかかってる時は上がりが早い。そして、時計が勝ってる時が上がりが遅いと。そんなイメージのフローラステークス。そうなると、アドマイアベルちょうどいいタイムで走ってますよね。ちょっとフローラを振り返りましょう。こちらラバンダですね。そしてこちらが、アドマイア。こちらがね、アドマイアの方でございますね。そしたらちょっとね、ラバンダのね、動きを見てみましょう。ラバンダ、ここでね、ちょっときつくなってね、一瞬こう、ひるんじゃうんですね。ここからが、ちょっと伸び足を一瞬かいてる間に、外からね、アドマイアの方が抜けてくる。でもね、ここから二の足がラバンダないんですよね。そのあたりがどうかなというところ。もう一回見ていきましょうか。まずはラバンダの方はね、やっぱこのインベタでね、綺麗な、ライン取り、非常にロスなく立ち回ってるんじゃないかと思います。そして、アドバイアの方はね、中段から、外に出して、外からまたここでちょっと進路をね、どうしようかなというところ、ちょっと右へ左へとね、邪魔されながらの、ここからの追い出しというところなので、まあそれを考えればやっぱりね、アドマイアの方が力は一枚上なのかなという気はしております。ちょっとね、一周前追い切りが出てないので追い切り評価はしてませんけど、やはりラバンダより一つ一枚上かなというイメージはありますよね。ということで、フローラステークスからはアドマイアベルの紹介をさせていただきました。続きましては、スイートピーステークスからは、過去にカレンブーケドールがね、2着へと検討しております。さてじゃあカレンブーケドールとの、比較はどうでしょうか。カレンブーケドールが1分47秒7ということで、2秒近くね、小金の空早く走っておりますので、これは優秀なんじゃないのかなというふうに私は思っております。最後はね、インベダでもなく、大外からぶん回しみたいな感じで、ごぼう抜きですから、東京コースを経験してる点、そして、やはりね、こういうラフなね、流れでも対応できる馬、そして、本人がね、非常にタフというところ、そのあたりは私は好感持てますね。
それからこのストライド、これね非常に長いストライドを使ってますよね。してここでねまた勝負根性がある、ここからね、まだちょっとここでも緩めちゃうんですね。もう勝ちを意識したんでしょうか。黄金の空、これまた桜花賞馬に対抗できる一頭ではないのでしょうか。続きましてはフラワーカップを見てみましょう。フラワーカップからはミヤネーロ、そしてホーエリートですね。どちらの馬も調教では S 評価をつけさせていただいております。そしてですね、過去フラワーカップからはスタニングローズが実績を上げております。スタニングローズのフラワーカップでの優勝タイムが1分48秒5ということで、やはりミヤネーロの方が、一つ上をタイムですね、2着馬にも言えます。そして上がりはスタニングローズの方がコンマ4秒早いと、そんなレースでございました。ちょっと部位を見てみましょう。5番がミヤネーロ、9番がホーエーリードですね。さあ見ていきましょう。どっちもねスタートはいまいちというところで、真ん中つけてますね。今5番が、内へで、9番がちょっと前に出しながら、でもそれも外外をね回っていくような感じで、第1コーナーを曲がっていっております。まあね、どの馬もね、ここまで来てる桜花賞組でない馬はね、あまりスタートが早くはないというのが、ちょっとそこが欠点ですよね。ここがもうちょっと早いといいんですけど、ちょっとね、ここのホーエリートの、手綱をね、緩みを見てください。これ5番と9番の差分かります？非常にね、馬なりなんですよね。それほどね、行かせてもいないし、この角度がね、他の馬とちょっと違うでしょう。そのあたりも、余力は十分にある中のこの位置取りというのは、見逃せないのかなというふうに私は思っております。そしてね、内々を回る一着馬よりね、この外々を回らせて距離をね、さらに稼ごうとしているね、次走を見据えてるんじゃないかなというホーエリート。そしてね、まだ重いですよね。これ見てるとね、どう見ても重いで、ここからまたね、目一に追って、これ調教もしてんじゃないかなという、でもね、これ距離あったら、抜けるかなというのが私の印象でございます。ミヤネーロ、そしてホーエリート、この2頭はタイム的にもね、それから、血統的な裏付けもあるし、ホーエリート面白いんじゃないかなと私は思っておりますね。そして忘れな草賞からは、タガノエルピーダが参戦してきますね。過去の忘れな草賞と言いましたらこの馬たちですよね。ウィンマイティがこのレース2分3秒6、そして上がりが 34.8 秒、忘れもしないラブズオンリーユーですね。この名馬、こちらも、2分00秒6の 34.6 というところ、時計的にはね、タガノエルピーダ、そして実は私はね、この馬ずっと見てたんですね。この馬が、実はね、桜花賞でね、走りたかったなという馬だったんですけど、残念ながらね、こちらで権利を取って、優秀牝馬の方に出てきましたけど、ちょっと調教がね、ここまでの連戦がありましたから、ちょっと疲れを感じるかなというところ、ちょっと忘れな草賞も振り返ってみたいと思います。タガノはですね、唯一今まで見てきた中のメンバーで、スタートダッシュのね、こちらは非常にセンスがいいですよね。そして、もうね、チューリップショーカラーっていうこともありますけど、数戦重ねてますのでね、まあまあ本人もね、競馬が分かってきてるかなというところで、まあ川田さんがね、今回はこれ乗ってましたけど、最終的にはやっぱり選ばなかったというのがね、まあそこがどうかなというところはありますけど、まあ血統的にもですね、非常に私はいいと思っております。そしてね、このレースの展開がまたこれ難しかったですよね。先の前がぐーんともうね、10馬身近く差をつけて出てますから、実質この馬たちがいなければ、高野が逃げてるようなね感じになりますけど、やっぱここは川田さんね、ちゃんとあの体でね時計持ってますから、ピタッとね、自分のタイムにしてきましたけど、でもやっぱね、前が早かったからね、前半58秒ぐらいのね早い流れではありましたけど、まあ頭数が少なかったからね、それはちょっと何とも言えないんですけど、でもまあ、あの川田さんとも綺麗にコンタクトも取れてますし、手綱を見てもね余力はありますし、非常にね高野やっぱりいいかなという感じはします。ただ、まあこの辺でね、ちゃんときっちり捉え始めてますから、まああとは最終の追い切りでね、どれぐらい変わってきてくれるかなというところですよね。
このあたりもね、外を回して、距離をね、加算させてるような感じのイメージもありますので、まあ、川田さんちゃんと考えながらね走ってるのかなという感じ。ただこっからちょっとね早かったかなと、仕掛けが早かったのかなという気はしなくもないですけどね。でもね、高野のすごいところは二の足をここでもう一回使えるんですね。ここまで、加速してきてからですね、こっからまたね、坂の手前から二の足を使える。この後見てくださいね、ここから伸びてきますから、ここからねほら伸びてきますでしょ。この辺りがねやっぱ高野強いなと思います。これ東京で活かせるのかなとも思いますし、まともに考えればですね、やはり大花賞組が強いというのが、定説かと思われますが、今年はね意外に、G1 戦流れがちょっと、変わってるのかなという感じもします。大花賞組がね唯一あまり振るわなかった、そうソダシの時がありますよね。結局ソダシは、距離適正に、悩みました。そしてその時の2番人気3番人気そして16番人気が、到達してきましたよね。桜花賞をねステレンボッシュで勝ったモレイラさん、一生の記憶に残るね、一頭というふうにね話をしていたにもかかわらず、やはりここはブラジルに戻りました。というのもサンパウロ最大のですね、競争デーに当たる日に、そしてまたね、彼の、中では絶対的に乗らなければいけないオバータイエ、こちらに騎乗するようでございます。まあ、あの母国でのね、非常に重要な競争であるということ、そして彼が騎手として、キャリアをねスタートさせた、自分の拠点のね最大の競争であるということ、そしてこのオバータイエがね、優勝に限りなく近い一頭であるということですね。そして、この所有するヒグイオアス牧場ですね、これがまた、彼の出身地であるクリチバーの、馬主ということで、やはりねモレーラさんはここでは帰らずには得ないということですよね。そこで、ステレンボッシュどうなったかと言いますと、皆さんもご存知の通り戸崎さんが騎乗ということで、棚からボタン持ちという感じでね、おります。ただまあ戸崎さんのね、騎乗も、非常に優秀、今年もね、非常に乗れてますから、そしてねモレイラさんの後に乗ると、取りこぼしがあるジョッキーが多いですけど、戸崎さんはね割と、大丈夫ですので、まああんな性格ですからね、あっからかーんと乗ると思います。ただしちょっとと距離的にね、過去から見るとやはりデアリングタクトぐらいしかね走ってないので、そのあたりがちょっとクエスチョンというのはステレンボッシュ残るかなと思います。そしてライトバックに関しましてもいい足は持っておりますが、切れすぎる足というのは果たしてこの優秀牝馬に必要なのかというのが1点。そして桜花賞よりもね距離が伸びる、ライトバック、気象難がね、どこまで影響するのか、そして出遅れなんかもある可能性は十分ありますので、その辺をちょっと見ながらいくと、今ね前半戦で V を出させてもらった桜花賞以外の組からも、ね、十分勝ち負けあるのではないかと私は推理いたします。皆さんどうでしょうか、コメントいただければ幸いでございます。そして最後はね、パトロールビデオでちょっとクイーンズウォークのね動き、2番です。2番のこの内側からが、クイーンズウォークになりますけど、そんなにね私は内に入ったからといって、悲観的には見てないですね。このあたりもそんなにね大きな不利は受けてないですし、ここで前に行くようならもう逃げちゃうような感じになっちゃいますよね。そうなれば、川田さんだってねそんなにおかしな走り方はさせないと思います。この辺見てもね悪い位置取りではないと思うんですよ。で内側からきつくて窮屈だとか何度とかって言われてますけど、どうでしょう、本当に窮屈なんでしょうかね。最後のね直線見てください、ピタッとね開くんですよ。相手追っても伸びないというところは、なんかやっぱりねなんか問題があるんじゃないかと。距離がね16だからっていうわけでもなく、ここでやっぱ伸びてこないというのはね、ちょっとまだねクイーンズウォーク緩いのかなという感じもしますよね。確かにねクイーンカップではうまくはまったのかもしれませんよ。だけどタイム的にはねハーパーと同じタイムですからね。でも結構追ってましたからね。そう考えると、やはり現状では能力が1枚落ちるのかなというのが、このクイーンズ、これはもう完全に空いてますよね。相手追っても伸びてこないんですから、このあたりちょっと問題があるのかなというふうに思います。
続いてですね、同じパトロールビデオスイープフィート見てみましょうね。これスタートはね非常によく出てるんですよ。でこっからグーンとタゲさんね引いてるんですね。引いて後ろに下げてます。下げてから、位置取りをもう後方からね一気という感じで、これは距離的なもので次を見据えてのレースで3着の着拾いを狙いに行ってるのか、まあどうか分かりませんけどね、そんなレースの流れ、そして一番後方まで今ね持ってきましたよね。こっから飛んでくるんですから、やはりねいい足持ってるのはこの馬なんじゃないのかなという感じ。最後方まで、落としてますよね。ここで最後方で待機してるのと、それから前にいる、クイーンズウォークと全然位置取りが違いますよね。でも内をしっかりね走らせて、タケさん溜めてるんですよね。こっから、外に持ち出してきて一気にスパートというところで、そこから爆発してきますよね。こっからね外にこうグーンと持ってきますね。ここでですね、内進路を探し、結局大外に近いところ、それまたもう一回内に持ってってとかね、これだけ寄らせながらの、余計にね、距離使ってますから、結構スイープフィートね、このレースでね、一番難しい立ち回りをさせられて、で、いいところまで来てますから、やっぱ能力は高いんじゃないのかなというふうに私は考えますが、皆様はいかがお考えでしょうか。私は桜花賞組からはねスイープフィートが、あのレースの仕方はもうね非常に出だしも良かったので、ぐーっと竹さん下げて間違いなくこれオークス狙いの走り方かなという、まあもちろんね桜花賞狙ってないことはないと思うんですけど、3着ぐらいをね狙いに来てたんじゃないのかなという感じも見受けられました。スイープフィート非常に調教もいいですし、私はここから狙っていくかもしれません。そしてタガノエルピーダ、こちらもまあね川田さんが乗らないというのがちょっと引っかかりますが、血統背景から、それから、スタートダッシュの良さ、それから、二の足の使える足、これはなかなか評価できるかなと思いますね。それから小金の空ですね、こちらも、血統背景ゴールドシップというところもいいですし、非常にレースセンスもよく、この馬も狙いたい一頭、そしてホーエリートも調教とても良くてですね、上積みを感じられる、そして、前走もですねもうちょっと距離があればねホーエリートの方が、まあ、あとはさばき方ですよね、もうちょっとうまくさばいていれば勝てたんじゃないかなというレースですから、ここは侮れない一頭ではないのかなというところで、中間報告としてはこの4頭をまとめさせていただければと思っております。この後はですね、水曜日の最終追いが出次第最終追い切りを配信させていただきますので、お前ももっと調教頑張れよとおっしゃっていただける皆様はぜひチャンネル登録をしてお待ちいただければと思います。そしてこの動画なかなか面白かったよということがございましたら、ぜひグッドマークの方もね、よろしくお願いいたします。現在私は日本を離れタイに滞在しておりますが、プチ移住が限界の私、そろそろ日本にも帰りたくなっておりますので、週末には日本からお届けいたしますので、また違うね考察をさせてもらいながら最終の予測判断とさせてもらいたいと思っておりますので、楽しみにお待ちいただければと思います。それではご視聴ね、長い間ご視聴ありがとうございました。いつも本当に応援ありがとうございます。それではバイバイ、またね。